はい、さて今回はメインチャンネル久しぶりの丸先輩登場ということで、暴走族の人と先輩とスパーリングしてみたからの登場ですね。メインチャンネルはそうだね。はい、で今日やりたい企画は、丸先輩の大食いという感じでございます。で今喋って決めてたんですけど、丸先輩はめっちゃ食えるらしいんですよ。で、丸先輩と大体基準を決めて何皿食べたら食べれたら自分がおごるみたいな感じでいきましょう。 OK。 で今決めたのが50皿以上を丸先輩が食べたら自分がおごります。で50皿までいけなかったら自分で出してくださいのと、あとたくぼっちにもおごってあげてください。分かりました。しゅんたは自分は普通に食べてます。まあ、制限はない。いや、ていうかもう丸先輩勝てる気は全くない。あんなだってヘビじゃないですか。ただ過去一で食ったのがやっぱ250枚とか食ってるから。それだとしたら楽にいける。あ、今言いましたね。ということはちょっとハードル上げましょうよ。ただ、それもう何年も前の話だから。ちょっと待って、でも50皿って言ったじゃないですか。10年以上前で。でも50皿って言ったじゃないですか。250ってちょっと。だってか最高があるんだとしたら50皿楽にいけちゃうよね。ダコモチ思ったらね、数的にはそうですね。そうだよね。いやじゃあちょっとハードル上げます。ちょっとじゃあ70でも多分きつくない。俺ときついと思います。でも250って言ったらやばくないですか。70皿ですよ。あ、ちなみに、10年以上の前の話。10年以上、いやもっとパワーアップしてるんじゃないですか。どうなんですか。いや人間って成長するじゃないですか。いやなってない。無理じゃない。俺だってそれ以上食ってないの。そんなね。そうですね。そうですね、本当に30枚2人で行っても意外と食べられない。70で行きましょうか。これすごいっすよ。70皿本当に食べきったらマジでやばいと思います。バズりますよ。すげえ再生されなかった。どうしよう。削除しないです、はい、まあそんな感じで50ぐらいがちょうどいいと思うんだよ。いやよくない。だって250皿で最高だと思う。10年以上までですよね。で差し引いてなんで200皿も差し引く感じになってるんですか。あ、ちなみに、1皿2貫ですからね。そうだよね。まあ、1皿1貫のやつ食べてもいいですけど別に。でもそれは 0.5 皿とカウントします。じゃあ70皿でいきます。70でせめて60ぐらいにしてほしい。70きつくない。でも俺ら言ってんだけど最近でも50枚30枚とかそんなもん。じゃあでも、まあ、最近30ぐらい。きついっていうのがいいんですね。大丈夫。どうですか。60に下げます。ハードル60ぐらいの方がいいよ。じゃあ65にしましょうか。じゃあ60と70の間で65で。わかりました。はい、そんな感じで、まあ、タクモッチと俺は一緒にね、はい、まあ、優雅に食べてましたよ。そうしましょう。はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい、お願いします。何から食べましょうか。とりあえず、はい、エビ。エビ好きなんすか。エビ好きっすよ。エビ好きなんすか。注文ボタンを押してください。もう慣れてますね。あ、そうか、これが来るまでが結構時間かかりますね。多分これ5枚ずつぐらいしかいけないですよね。注文数を確認し、ご注文ありがとうございます。エビばっかじゃないですか。エビ好きなんですか。17皿。まずはちょっと意気込みの方は75皿。食べれるかどうかわかんない。あ、65か。65だよね。まあ、この年で60枚の人食べたことないから今。40歳。40歳で。はい、40歳で。初挑戦。初挑戦。丸先輩どんな感じ食えんだろうな。俺初めてなんですよ。噛んで食べないんじゃないか。まあそんな感じはしてます。丸飲みです。一緒だもん。来てる。こっち行きましょうか。え、いや大丈夫だよ。全部まとめちゃった。まあ大食いっていうかいつもこんな感じだ。ほら、うわーすげえ、こんな感じにするんだ。エビきました。よいしょ。一個ね。はい。いただきます。第一弾。エビきすぎ。一気に試してみたか。早食いみたいになっちゃった。ああ、やっぱり5口から7口ぐらいですね。でしょ。髪が。山田さん、どんどん来てますよ。詰まっちゃう。おいえびみたいな。それ味わって美味しいんすか。うまい。おお。今日は朝何食べた。何も食べてない感じ。ペヤングの焼きそば食べた。
とはおにぎり。おにぎり。おお。食うの早いな本当に。いやでもなんか気持ちいいなこの速さ。吸い込まれるよ、ね。本当にそうだよね。まだダクボッチのは来てないよね。来てないです。ね。マル先輩が全部占領してる。16枚。おお。すげえ。こんなにエビを大量に食えるんですね。ずっと美味しいですか。美味しさちょっとも半減しないですか。あれエビ頼んでなかったっけ、タクボッチ。自分頼んでないや。頼んでないか、はい。とりあえず丸先輩のやつが頼みすぎててね、今止まっちゃってるよね。丸先輩寿司好きっすか。大好き。大好き。寿司べよく行ってますもんね。浜寿司は来たりするんですか。来ない。来ない。ああそうなんですね。あんまり来ない。今なんで自分はま寿司来たのかって言ったら、寿司目だと高すぎる感じになりそうだから、まあね、これこんなに食ったらやばいですよね多分。こんだけで多分5、6千いってるんじゃない。ああそういうことですね。まあエビ頼んだだけでもそんな感じするか。うん。マル先輩天山に似てるって言われてましたよ。まあ俺も思った。本当ですか。似てるかも。プロレスラーの方に似てるってよく言われますよね。それなんか光栄なことじゃないですか。プロレス好きだからですよね。服もそうですよね。それ何でしたっけ。ニューワールドオーダー。何でしたっけ。新世界秩序。はい。あ、それ前なんか言ってました。誰のやつですか。これは誰が。これは長野正弘。ああ。プロレスラー。そういうことですね、うん。まあ元は向こうのハリウッドの方だけど。あ、そうなんですか。ハルク・ホーガンとか。あ、ハルク・ホーガン。ハルコーガン自分すんごい好きだったんですよ昔、うん、はい、アックスボンバーですよね。ずっと見てたんですよ。だから将来ねプロレスラーでしたからね自分。自分の刺身が来たと思ってたら丸先輩もう完食してた。16皿ですね。はい、だいたい1皿2缶で100キロカロリーっていうイメージなんですよね。これ誰ですか。うん、だから今1600キロカロリーぐらい。すごいっすよ。こんな、はい。あ、これ1貫しかないんだよね。ああ、オーバーいくらはありますか。注文数を確認し、注文ボタンをご注文ありがとうございました。そういう風に置いた方がいいんですか。あれ、これ2個来ちゃった俺か。あ、2個頼んだんだ。こんな分。はい、いや、なんだっけ、これって何でしたっけ。アサリ、うん、アサリみたいなもんですよね。アサリか。これダメなんだよね、このしじみ汁とかダメなんだよ。あ、なんですか。嫌いなんですか。アサリとか飲めんの。アサリ汁とか全然好きっすよ。タクボッチでどんぐらい食べれる感じなの。自分いつも大体25とか。うわ、こんなに食えるんだ。すんげえ。あ、タクボッチも食えるタイプなんだね。ね、好きなもん食べて。ただうん、今のところこれが20皿で24皿食べてますね。何時に入ったっけ。あ、何時でしたっけ。まだ今20分ぐらいしか経ってないよね。2時、大体2時ですね。2時に入った、はい、あ、今30分経ってます。でも食い始めたのがだから20分ぐらいですね今のところ。お疲れ様です。うん、エビやばいですね。エビ切らすんじゃないですかこれ。エビ切れです、ね、エビ切れちょっと起こすの起こさせてみてくださいよ。あ、まだでも4皿全然来ないよ。間の立ってるんだよね。ありがとう。あ、はい、そっか、それが間髪開けるとちょっとお腹が満腹中枢がそっか膨れてくる感じなんですね。25、26、27、28すごっ、半分も近く来てますね。まだ半分まで空きじゃないけど。いや多分ね、50いかないんじゃないこれ。いや、今どれぐらいのお腹のいっぱいさっすか。間が空かなければいいんだけど、間が空いちゃうじゃん。ええ、5分ぐらい。はい。いや、その間に水とか飲んじゃうと。ああ、何割かちょっと答えてもらっていいですか。こっちのエビの方が絶対うまそうだね。それ何エビ。これ赤エビ。赤エビなんだ。うまそう。
エレクトラン。あ、で、いや、だって。いや、感じないです。え、で、どれぐらいのいっぱいさは、まあ、言わない。今、自分が見た感じでは、丸先輩、何も変化はないですね。食べてる感覚としては。なんか、普通に淡々と食べてるだけ。間が空くの嫌だな、みたいな。あー、そういうことですね。いつからそんなに食べるような感じだったんですか。昔結構ガリガリな方でしたよね。むしろ痩せてましたよね。二十歳超えたからぐらい。ああ本当ですか。その二十歳超える前、10代って何キロぐらいありました。60とかないんじゃない。60ないっすよね。あの感じ60、いや55とかじゃないですか。どうですか。そんなもんですよね。いきなり食べれるようになった感じなんですね。へえ、何なんですかそれは。きっかけなんかあったんですか。タバコやめてから。ああ、それか。よくあるやつですね。これさ、多分60無理だと思う。65ですけどね。65 はい、来ないもん。ああ、その間髪が空いてる感じがやっぱりちょっとお腹満腹中枢が。いくら食べてまだ2分3分ぐらい経ってる。いや、もっと経ってます。多分10分ぐらい経ってますよ、いくら。そうですよ、いくら忘れられてんじゃないこれ。呼び出しだろ。ただいま呼び出しております。しばらくお待ちください。あ、すいません、あのイクラが来ないんですけど。イクラ4枚ください。うん、イクラがやっと来ました。あちら流してくれましたね。食わされてる。醤油ください。確かに。しかも醤油。いやどう？ちょっと香りがします。あ、これだとなんかちょっとあれですね、少ない感じに見えますね。イクラは結構丸先輩にとって美味しい感じのあれじゃないですか。もうちょっと欲しいねこれね。あ、これだのね。確か少ないですね。少ないね、もったいないね。まあそれで2個で100円ですからね。まあそんなもんですよね。ネギマの意味。ネギマ、現代でいうネギマっていうのは、はい、鶏肉とネギが交互に串に刺さっている焼き鳥を指しています。ああです。ああ、それか。そうかそうかそうか、それかそれか。で、肉とネギを別々に食べると、それぞれの風味を楽しむことができます。はい。これはなんで丸先輩が説明してくれてるのかと言ったら、はい、自分が頼んだやつがネギ混じるっていうのがなんか新しいのができてて、なんだろうネギマとか思って。真ん中に肉なのこれ。ネギマです。あ、ネギ、あ、違う、ま、なんだこれ。ネギとネギの間に挟まってるものだからネギマって言うんだって。何が挟まってるんですか。これなんか揚げ物ですよね、多分。鶏肉と鶏肉の間にあるからっていうふうに考えてる人もいるんですよ。一応鶏肉なんだけど、ネギマ初めて食べるんですよ。鶏肉なの。これ唐揚げです。唐揚げ。ネギマ。一応まあ鶏肉ですね。確かに間違ってないね。ネギマ、唐揚げ、飽きてます。エビ。エビ来ちゃった俺。またこれで40皿ぐらいですね。メロンソーダ飲んでですね。いい感じでカロリー数えてますね。うまい。やっぱ寿司にはメロンソーダですか。うまい。最近炭酸できますか。炭酸腹膨れそうだよね。炭酸ベースバラ。おお、エビ好きっすね、本当に。しかもアレルギーそろそろ発症しますよ。特定のものを食べ過ぎると。いや、自分もカッテージチーズ食べ過ぎだからそろそろアレルギーが来るかもしれない。タクボッチは今何皿ぐらい。あ、でもまあそんな食べてなくない。パン食べてないですよ、ね、お昼ご飯そんな食べれないんですよ。あ、さっきも言ってたね。夕方はめっちゃ食えるんだ。夜はめっちゃ食べます。あ、トラックでさ、朝とか食べない。食べない。あ、朝と食べないし、食べないし、昼もあんまり食べないから夜に食べるのがもう癖になってるんだ。もう体が。そういうことね、そういうことね。そっか、トラックフンちゃんあるあるなのか。どうなんだろうな。いや、じゃあ違うんだ。パクボッチあるあるだな、これ。マル先輩、頼んだ方がいいんじゃないですか。自分のやつ、それ。何これ。茶碗蒸し。とても、いやいや、俺の。茶碗蒸し。いくら茶碗蒸し。やば。かわいい。はい。椎茸全然いいですよ。なんでダメだと思ったんですか。椎茸全然いいですよ。かわいい。わ、美味しそう。かわいいっすね。確かに寿司では1回で 30貫を超えてる。おー、それ見たかったですね。でもあー、動画に出てるけどね、俺の。あ、本当ですか。下駄に食ってるの。愛国丸ブログで。おー、下駄に食ってるの。40貫。おー、いいっすね、いいっすね。下駄でしょ。下駄俺だけだ。
このエビ、イクラエビめっちゃ美味しい。すごい懐かしい味がする。ほぼほぼエビだけど。エビばっか食ってますね。エビオンリー。エビ全然枯渇しないですね、僕。エビ美味しい。まあ、はま寿司のエビはどうなのか分かんないけど、ええ、このね、厚みのまたね、はま寿司は、うん、まあ、ディスるわけじゃねえけど、はい、まあ、しょうがないですね、安いところですから。そう、これ、安いやつでこれ簡単に開いちゃうのよ。あ、そうなんですね。へぇ、そうなんですね。エビ通っすね。寿司べは、はい、ちなみに、はい、こうブチっていかない。あ、そうなんですね。あれ何これ硬くないって。へえ、それだけ厚みがあってコリコリしてる。そうなんだ。これは、あ、これはタケモチですね。ねえ、食うじゃん。あ、そういうことね。でもこれ皿の色で分かれるから、これで一皿ですよ。そう。これはちょっと味変みたいな感じですか。楽しむ感じ。これはじゃあ2枚だね。すごいですね。あ、はい。1枚か。1枚ですね。そう。だから54皿。わ、すごい。あと10皿で完食ですよ。いけますよ、丸先輩。60でしょ。65ですね。ちょいちょいなんか大丈夫。すげー、はい、もっと出るのが早かったら、はい、全然楽。いや、多分100は余裕でいってると思う。マジっすか。遅いじゃん。まあすごい遅いですね。だってもう1時間近くだと思う。1時間ぐらいってこっちは出てきた。そうですね、そうですね。もう常に頼み続けてますからね。確かにそれは結構な悪い方に働きますね、丸先輩からしたら。丸先輩が今までで歴代で食べた最高は48000円。48000円、マジっすか。いかつ。入る入ったもん。え、入る入ったもん。なんでそんなに食うんですか。茶蒸しを、ええ、茶蒸しの味に目覚めちゃって食い始めちゃう。そしてメロンソーダ2杯目です。はい。過食症みたいな感じ。過食症なんてあんすか。過食症ってなんだ。拒食症は聞いたことあるけど、過食症っすね。デブ一直線のこと。いや、そりゃこんな食いだな。まあそんな高くなりますよね。だって今でこれでだって金額いくら。9900円ですね。これ寿司べだったらこれ2万いくらいってる。もっといってるぐらいですよね。俺はほとんど多分これ、あ、エビだから。金目だったら多分全然こんぐらいだから。金目だったらもっと高いですよね。金目1枚で600円だとしたら、おお、全然。じゃあそれのだって、いや、6倍じゃないですか。いや、6万じゃないですか。あ、まあまあ、これまあたくもちのも入ってるからあれだけど、でも5万ぐらいきそうですね。4、5万。だから人の食べ方してるんですか。それで3万4万は余裕でちゃう。それなんですか、企画でやってるんですか。ですよね、もちろん。そうですよね。でもそんだけ食うという行かれてますね。あ、この間と言っただけで2人で行って1万7000円で抑えたのね。あー、タクモチが怒ったってやつだよね。そうそう、あ、お世話になってる。あー、で、その時はちょっと食べ、え、あと6歳の会社。奥さんなんて怒られますよね、そりゃ。うん。でも抑えてくれてそれですもんね。めっちゃ食べてましたよ。ね、わお。だから寿司部だと下駄でくれるの、ほんと皿でいけるとこんな早い。はい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 、時間がね。金目のお兄さんっていうほら名称がついてるから。まあここだともう浜寿司だとエビのお兄さんですね。エビのおじさんですね。寿司べは金目のお兄さんですけど、浜寿司はエビのおじさんです、ね。ゲタルクレット。寿司べは、金目どもうなんか言ってくれるよね。金目どうします？一匹二匹ぐらいかな。一匹二匹で言ってくれる。あ、一匹二匹。だから一本でって言って、一本だとだから一匹騒いでくれる。すごいですね。三十巻ぐらい作れるの。うん、あ、そうなんですね。面白い。三十巻四十巻がゲタでくる。はい。注文、あと2皿。だって今何時もほら、もう1時間10分経ってます。1時間10分経ってます。すごいですね。2時4分ぐらい。逆にこれで食えるのがすごいですね。このチンタラ食ってるみたいな感じ。あ、2時2分って書いてある。はい。そうですね。もう1時間以上経ってます。1時間10分ぐらい。そしてメロンソーダ、がっつり飲んでる。あと2皿っす。で、フィニッシュで。なんすか、今気づいたんですけど、なんすかこれ。なんすか、なんでここにあるんですか。まずこれを食べないとまずくないですか。俺の、多分タコモチが俺の。タコモチないですよ、ここにないですよ。タコモチこっち側ですから。なんでここにあるの。で、最後エビ、あ、エビつてもあとちょっぺ。なんでした。醤油がついてましたね。醤油。パイナップルどうやって食べるんですか。あの、フォークで。なんとかゲン食いとか志村けん食い。いや、すごいです。旬だ、パイナップルダメよ。いや、まあ、いらないです。
いや、いいじゃん。いや、大丈夫大丈夫、食べて。もう最悪、最悪な先輩だね。あ、美味しいの顔になったんですね。まあいいや、これでもうフィニッシュということで、丸先輩65皿完食と。マジでいきましたね。最終的に何割なのか言ってください。割合8割ぐらい。8割。だから寿司べ行けるかもしれない。だとしたら寿司べだとしたらあれですもんね。長生きでお願いいたします。あ、こっちで。あ、ごめんなさい。ポイントカードをスキャンしました。1万1220円。あ、ポイントでお願いします。ありがとうございます。いや、お疲れ様です。マジでこんなにいけると思わなかった。マジでやばいっす。半端ですね。いや、もっとパンパンになってる。もうそれ、そうだよな、こんだけ入れてるんだから。いや、ほんとすごいですね。お見せしました。あ、すいません、ごちそうさまでした。お腹、お腹。マジ先輩、お腹めっちゃ出ましたよ。だって待ってください、65皿ってまあ単純計算6500キロカロリーなんですよ。これあのあれでちょっと待って、あの前屈してください。前屈、前屈できます。前屈。そう。あ、何気に行くんだ。よくお腹は絶対に出ましたよ。すげえ。お疲れでした。ブチブチって言った。ハハハハ。